こんにちは、ジョニーです。今日はすでに日付回って6月16日日曜日なんですけど、今週も投資信託、主に eMAXIS スリムシリーズ11商品のパフォーマンスチェックっていうのをしていきたいと思います。今日は先週、今週1週間いくつかご質問でもいただいていた、リート関係の投資信託についてちょっと取り上げていきたいと思ってます。でまず最初に投資信託のデータって誰でも取ることができますよっていうことをお伝えしてから実際のパフォーマンス見ていきたいと思います。今見ているのがいつも投資信託の購入で利用させてもらっている SBI 証券なんですけど、ここの投信から例えば eMAXIS スリムみたいな感じで計算検索すると、実際にこれ11個の商品が出てきていて、先進国株式インデックス、ここの過去データっていうところを開いていくと期間の設定ができて、検索で該当のデータの CSV 形式でのダウンロードっていうのができます。なので、ご自身でもデータ検証して自分にとって最適だと思うファンドがどれなのかっていうのを調べることができると思うので、この動画見ていただいて判断していただくのをもう悪いとは思ってないんですけど、あんまり責任持てるわけではないんで、一応個人で改めて確認をしてもらえると嬉しいなと思ってます。で今ちょうど eMAXIS Slim で検索していったのでちょっと気づいたんですけど、いつもお話ししているこの先進国株式インデックス、これ MSCI 国債っていう日本を除く先進国株式の指数に連動する投資信託なんですけど、販売金額ランキング今3位なんですね。非常に良いランキングというか順位にいますね。でしかも2個目、僕は今これをメインに投資してるんですけど、 S&P500 に連動する投資信託、これも6位に入ってて、なんかすごい高い存在感を示してますね。なんか僕もこの2つがおすすめです、正直言って。じゃあちょっとそれも含めたパフォーマンスのチェックっていうのに行きたいと思います。まずはじめにその11個は何かっていうと、今お話しした先進国株式インデックス S&P500、 8資産均等型新興国株式インデックス、オールカントリー国内債券インデックス、トピックス全世界株式除く日本、先進国債券インデックス、国内株式日経平均全世界株式3地域均等型という11個の商品がありまして、おおむね株式債券先進国日本新興国っていうそれぞれのパターンの商品が一通り用意されているような感じです。で eMAXIS Slim シリーズは市場で信託報酬手数料を業界トップで居続けるっていうことを目標に運用を行ってくれているので、競合が信託報酬の値下げみたいなことを行うと、そのなんか1週間とか2週間以内に追随してくれるんですよね。なので購入している方としては非常に安心して利用できるファンドなんじゃないかなと思ってます。でその11商品のパフォーマンスをちょっと見ていくとですね、このシリーズ2017年の2月27日に初めて蘇生されて、それ以降なので、2年4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、結論先に言うと先進国株式が最も安定的に高いパフォーマンスを過去のデータから見ると出しているということが分かります。で最初に4つの商品からしか始まっていないので、特定の商品がどうなのかっていうのはやや見つけにくいので、これ全期間を通じてのチャートになってるんですけど、6ヶ月と3ヶ月分のチャートもご用意してます。ちょっと説明最初にしてなかったんですけど、このチャートっていうのは金曜日の基準価格、11商品の基準価格を100とした時に過去の基準価格がいくつだったかっていうのを割り出して、それを全部まとめて表にしてます。本当はスタート地点を全部100とかにしたいんですけど、本当はだけど、その先ほどお話ししたように最初に4つの商品で始まって、途中からポツ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 商品が増えているんで、通常やるスタート地点を揃えるんではなく最終ゴールを揃える、だから過去に向かって見ていった時に下にある下側を推移している商品であればあるほど上昇を
歩しているっていうことが言えるので、一番下に推移しているこのオレンジのライン、先進国株式が長期にわたって安定的に高いパフォーマンスを出していると先ほどお話ししました。過去6ヶ月間のチャートをちょっと見てみると、実はですね、さっきのチャートで途中までしかなかったピンクのライン S&P500 が実はパフォーマンスが非常に高いんですよね。このチャートで見てみると、 MSCI 国債ってそのオレンジの先進国株式っていうのは 70% をアメリカ株で構成しているために、まあ、大体アメリカの指数なんですよ。なのでもともと S&P500 とかなり相関性高いんですね。でただその2つの商品の間だと 0.05% ぐらい信託報酬には差があって、まあ、どっちが高いパフォーマンスを出すかっていうのは非常に判断難しいとこなんですけど、まあ、少なくともこの直近の6ヶ月間だけで見ているとやや S&P500 の方がパフォーマンスが高いです。で逆のパフォーマンスが悪い方を見るとですね、この6ヶ月前2018年12月11日のデータを見てしまうと、トピックスが一番パフォーマンスが悪いですね。一番上にある青いラインがトピックスで、その次のこの濃いめの緑の線は実は日経平均で、まあ、トピックスと連動性かなり強いんですけど、あーでも赤い方が悪いのかな。先進国債券のパフォーマンスで見てみると悪いですね。はい。で特徴的なのは、まあ、黄緑色というかこの真ん中にまっすぐ、ほぼまっすぐ横に伸びているのが何かっていうと、日本の国内の債券で、まあ、ほぼ動かないっていうのが特徴ですね。もうただただ資産を減らしたくないんであれば、こういう商品を買っとくと減ることはないです。増えることもほとんどないですけど。で直近の3ヶ月60営業日分のチャートに目を移してみると、一番パフォーマンスが高いのは実は今お話しした国内債券で、まあ、理由としてはほとんど値段が変わらないからですね。逆に言うと直近の3ヶ月っていうのは、まあ、地合いが非常に悪かったということもあって、まあ、主に株式の価格下落っていうのが目立ってます。一番パフォーマンスが悪いのはこの黒に近いラインで新興国株式なんですよね。まあ、この原因は主に中国の上海指数の動きで分かるような新興国の株価下落にあります。その後にパフォーマンスが悪いのが全世界株式3地域均等型なんですね。これは新興国の株式を含んでいるためにパフォーマンスが悪いとなってます。で次に悪いのが残念なんですけどトピックスで、日本株の中でも日経平均と比べてもトピックスの方が直近ではパフォーマンスが悪い。 NT 倍率でいうと徐々に数字が高くなっていく方向に最近は動いてます。で、まあ、それ以外の株式のパフォーマンスっていうのは直近3ヶ月だとほとんど差がないような感じでした。で今日はですね、最初にお話ししたようにリートについてちょっと調べてみました。まず最初にこのファンドの分類の中で国内リート、国際リートってあるんですね。でちょっとあんまり数が多いとあれなので数絞り込んで見てます。でその上で分配がないもの、決算頻度、分配金額がゼロのものだけにさらに絞り込んでみると全部で47件あります。でこの47件の中で例えばこの一番高いやつ、販売金額ランキング26位に入ってますけど、日清の J リートインデックスファンドがあります。でこれってのは1234番目にあるタワラノーロード国内リートと内容としては全く同じです。次の先進国リートの方も3位に入っている日清のグローバルリートインデックスファンドと、まあ、多分ほぼ同じですね。ベンチマークにしている指数が J リートインデックスファンドは東証リート指数で、このグローバルリートインデックスファンドってなっている方は S&P が持っているリート指数をベンチマークにしていて、まあ、これらは同じですね。で違うもので言うとこの2番目に入っている J リートファンド、野村が運営している J リートファンドはこれどちらかというと、まあ、アクティブファンドみたいな感じで指数に連動するというわけではないと理解してます。そういう意味でいくとこの三井住友のやつもこのインデックスオープンは J リート東証リート指数に連動するもの
だったと思っていて、ちょっと今回4つ取り上げたいんですけど、その次に出てくるこの岡三証券のワールドリートセレクションアジア年2回決算型っていうのが、まあそうですね、まあ、4つ目として取り上げさせてもらいました。これどちらかというと、なんかその日本を除くアジア圏でのリート指数みたいな、まあ、リートを中心に、まあ、保有しているファンドのようですと。うん、まあうん、あんまり取り上げる必要なかったかな、これで。先にちょっとお話しすると、東証リート指数とは何かっていう、なんかこの東信資料館っていうサイトがあってですね、ここに説明があります。東証リート指数とは東京証券取引所に上場している不動産投資信託の全体の動向を示す指数です。上場しているすべてのリートを対象とした時価総額加重平均、すべてのリートを対象とした時価総額加重平均されています。なんかこれ日本語変だな。東京証券取引所が毎日算出公表しています。不動産投資信託市場全体がどのような動きをしているかを知る上でとても便利な指数です。なのでこれ、あの株でいうトピックスみたいな感じですね。で、まあ、詳細はちょっとこのページリンク貼っとくんで見といてもらえるといいんですけど、一方の S&P 先進国リートインデックスも軽く触れておきます。これも同じサイトに説明があったので、ちょっとそのまま利用させてもらうと、先進国15カ国の証券取引所に上場している不動産投資信託及び同様の仕組みの商品の動向を示す指数です。 S&P ダウジョーンズインデックスが米ドル建てで算出公表しています。先進国のリート指数の動向を見るために便利な指数。2016年12月末現在377の銘柄で構成されているということです。まあ、なので年1回見直しが入っているようなんで、まあ、今はちょっとどうなっているか調べてみないと分かんないですけど、まあ、大体内訳としてはこの下にあるように、小売に関するリートが 28% でオフィスが 15%、 多角施設 14%、 住宅 13%、 特殊 9%、 ヘルスケア 9%、 産業リート 8%、 ホテルリゾート 5% みたいなセクターに分けられているそうです。でこれが前提ですね。で、まあ、その上でもういきなり出しちゃいますけど、先ほどお話ししていた4つのリートが、そうですね、この日清グローバルリートインデックスファンドが創設されたタイミングが最も遅くて、2013年の12月10日でした。なのでそこを起点に、そこからそれ以降のデータを全部取ってきてます。でこれで見てみると、なんか実はこの4つ、なんかすごい意外なんですけど、なんかどれも同じようなって言ったら変なんですけど、まあ、途中で違う動きをしているところではあるんですけど、比較的全体を通じてのパフォーマンスはそこまでバカでかい差がついているわけではなかったんですね。一応全体的に言えそうなことは、やっぱりその岡三証券のアジア向けのリートはやっぱりちょっとボラティリティが大きいというか、他の3つと比べると違う動きを、まあ、目立ってしているように感じます。特にこの2017年の頭ぐらいのチャートっていうのは、2016年の5月以降とかですかね、この伸びみたいなのは凄まじくって、やっぱりその新興国に資金が流入している過程ではこれかなり上昇しているのかなと思いました。で一方であんまり伸びていないのがオレンジのラインで、この日清グローバルリートインデックスファンド、先ほどのその S&P500 じゃなかった、 S&P、 あの毎日算出しているもので、2013年から2015年の頭ぐらいまでの上昇っていうのは、他のファンドと同じようにかなり力強いんですけど、その後は比較的安定的に価格が推移してるんですよね。こんな感じになっていて、そうですね、ちょっとね、今の段階でいくとリートをポートフォリオに入れるべきなのかどうかみたいなのはちょっとね、引き続き調べておかないと何とも判断つかないかなと思ってます。でしかもなんかその国内と海外で目立って違う動きをしているかと言われると、なんとなくそこまででもないのかなっていうのもあって、なんかね、どうするのが良いのかっていうのが正直これだけ見るとよく分かんなかったんですよね。パフォーマンスとしてはなんかこの5年間ぐらいで 50% ぐらい上がっていて、まあ、決して悪いものではなくて、株式にしてもリートにしても高いパフォーマンス出ているなと思うんですけど、個人的にはリートを選ぶんであれば株よりも高いパフォーマンスであってほしい、よりリスクとしては大きいものだと思っているので、そういう意味でいくとなんかリスクの割にそこまででもないかなっていう感じもしました。まあ、ただ先週お話ししたように株式のインデック
ックスとは違う動きをしている側面があるので、まあ、僕の理解だと、まあ、金利が下がる過程で価格の上昇っていうのが結構見込めるんじゃないかなとも思っているので、景気後退期で世界の中央銀行が利下げに走っていくみたいなタイミングではリートの上昇っていうのを期待できたりするんじゃないかなと今の段階ではちょっと思ってたりします。じゃあまあそんな感じかな。毎週こんな感じで新しい商品を見つけてはパフォーマンスのチェックみたいなものを実際の基準価格を通じてやってっていきたいなと思っているんで、もしこういう商品を取り上げてほしいみたいなものがあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思ってます。はい、で Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。